みんな、今まで隠しててごめんねこれが本当の僕の姿だよマジかよプーさんあれ、でも意外とメガネ姿似合ってるねでしょ、ありがとうねめっちゃ仕事ができる人に見えるわまあね、これが本当の僕の姿なんだよじゃあ今までのオッチョコチョイでドジでマネケでアホなプーさんは全部演技だったってことかえ、そんな風に思われてたのこの横顔見てわからないいや、めっちゃかっこいいね。 メガネとネクタイとワイシャツがあれば人ってこんなに印象変わるもんなのかあ、君その書類間違えてたから僕が直しといたようわ、仕事のできる優しい上司で。最初の時は誰にでもあるミスだからね気にしなくていいようわ、気遣いまでできる人だこの人絶対モテるねで、仕事終わったらなんだけどさみんなで蜂蜜狩り行くんだけど君も来るえ、なんだなんだえ、忙しいから無理うん で君には3時間ぐらい残業で残ってもらうけどそれでいいかなうんじゃあ頑張ってね僕は帰るからさよならうわ最悪だ三ツ原してくる蜂蜜ハラスメントこと三ツラしてくるじゃあみんな三ツラされたくなかったらチャンネル登録と高評価よろしくねいや途中まではすげえいい上司だったんだけどな最初優しいと思ったけど実はヤバい人だったってパターン結構あるからみんなは気をつけてね ああプーさんやばい人のお手本を見せてくれたのかそうだよ僕はとっても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 優しいクマだからねあ、メガネ落ちた